紹介ムービー始まるよ。白クマ、寒がりで人見知りの白クマ、旅行するならあったかい場所がいい。いいよね、白クマちゃんかわいい。寝てる、ペンちゃん。自分はペンギン、自信がない。自分を探して旅行中。次は誰だ誰だ誰だ。お、お、お、このカゴはモグラ。まさかのモグラちゃんスタート。地下の隅っこに暮らしていた他の隅っこたちの真似して旅行についてきちゃった。いいよ、いくらでもついてきた。おー、トカツくん。油っぽいから食べ残されたトンカツの端っこ、カメラ係。え、エビちゃん、エビちゃん。硬いから食べ残されたノコモリイモの仲間のトンカツよく一緒にいる。アジちゃん。硬いから食べ残された残ることができてラッキーだと思っているポジティブな性格。揚げ物コンビ最高。かわいいかわいいかわいい。あー、みんなかわいい。トカゲちゃん、マトリョーシカになってる。おお、混ざってる。実は恐竜の生き残り、捕まっちゃうのでマトリョーシカ残り。いいねー。次に節埋まりと生き残っちゃん。節埋まり、実は殻をかぶったナメクジ、偽物仲間のトカゲと仲良し。森で暮らしてるキノコ、偽つむりだ、似た者同士で仲良しに。早口だ、偽つむりちゃん、かわいい。雑草。いつかブーケにしてもらうという夢を持つポジティブなくさん、いろんな花を見たくて旅行してる。猫ちゃん、猫ちゃん、お友達の猫ちゃん。恥ずかしがりで気が弱い猫、声がちっちゃいのでちゃんとガイドできるか心配。大丈夫だよ、猫ちゃんのガイド最高だったよ。タピオカズ。吸いにくいから残されてしまった。たくさんいるぜ、みんなのガイドの真似っこ。ブラックタピオカ。普通のタピオカよりひねくれてる。一流のおもてなしをしてくれるかも。してくれたよ。ブラックタピオカのコンシュルジュサービス、プレミアムなおもてなし。ペンギン本物。白クマが北にいた頃出会った友達、遠い南からやって世界中を探してる。山、富士山に憧れている小さな山。高いところに登って富士山になりすましている。砂山、ピラミッドに憧れている小さな砂山、山の友達。山ごっこ。次はどこの子だ。クロート。スズメ。ただのスズメ、飛んだり歩いたりしながらまったり観光中してたね。仲良しスズメと一緒に旅行にやってきた。夜行性だけど頑張って昼間に起きてる。仕事してるけどね。私みたいだ。お化けと豆マスター。豆マスターありがとう。喫茶店のマスター、美味しいコーヒーを探しにやってきた。怖がれたくないお化け、マスターと一緒に美味しいコーヒーの旅。喫茶すみっこ、パン店長。パン屋のすみっこの店長、豆マスターと友達でおしゃべりが好き。猫ちゃんの兄弟。猫の兄弟トラン。猫の兄弟の一匹、いつも眠そうな顔でのんびりしている。猫の兄弟グレー。猫の兄弟の一匹、好奇心旺盛で元気いっぱい。かわいい。トカゲ本物。トカゲの友達、細かいことは気にしないのんきな性格、よく迷子になっちゃうかも。迷子になっちゃうのらしいよ。パズレ棒、アイスキャンディーの棒、たくさん集まると当たりになれると聞いている。ほこり、ほこりちゃん。外に出る、風に飛ばされる、風に乗っていろんなところを観光してるかも。だから目的地ガイドだったのか。以上、早口キャラクター紹介でした。